先立ち皆様にいくつかお願い申し上げます。どうぞ前の前方の席もお使いいただきますようお願いいたします。ただ定時進行上の妨げとなりますので、携帯電話は電源をお切りいただくか、花窓に設定をお願いいたします。開催にあたりまして、会場の様子などを撮影し、ホームページ、報道媒体、広報室等へ掲載させていただきますので、お参加にあたりまして、あらかじめご承知をくださいますようよろしくお願いいたします。それでは開催までしばらくお待ちください。本日はご対応のところ、日本遺産文化会2023第一文化会染色の文化にご来場いただきまして誠にありがとうございます。私は本日文化会の司会進行を務めさせていただきます秀江と申します。どうぞよろしくお願いいたします。古くから私たちの暮らしの中にあった糸と布、長い年月の中で日本各地で使われてきた織物、染め物の技と伝統により、さまざまかつ独創的な染色の文化が育まれていきました。その色や布はさまざまな場面で多くの人々を魅了し続けております。第一文化会では
4つの地域の染色の歴史、文化に触れながら、それぞれの地域で先人たちから受け継がれてきた大切な伝統、技術を生かす取り組みを紹介し、さらに未来へと紡いでいく思いを語ります。それでは早速でございますが、進行を務めていただく八王子市障害学習スポーツ部長、平塚博之様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。日本遺産フェスティバルリゾート八王子ようこそおいでくださいました。私は今ご紹介いただきました会議センターのここ八王子市の平塚博之と申します。どうぞよろしくお願いします。この文化会につきましては、染色の文化、織物、染め物、織物の糸、綿と糸を題しまして、この後、順次ですね、4つの地域からですね、織物、染め物の、伝統文化など、文化の特徴や魅力を通じまして、認定ストーリーを生かした地域のブランディングや活用事例などを紹介いたします。後半では各発表を踏まえましたディスカッションを行い、染色の文化の文化会のまとめをしていきます。それでは登壇者の紹介をさせていただきたいと思います。ご参加に失礼いたします。4年間認定の順番でご紹介をさせていただきます。はじめに、かかあ殿下、群馬の犬物物語から、かかあ殿下、群馬の犬物語協議会の荒井康代様です。今日はですね、入場料の分を日本遺産総友の物語出身業界の平塚と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私の方ですね、こちら羽織っているのが玉織ということで、絹の、織物になっております。で、色につきましてはクワ茶色ということで、クワ茶を染めの、染めた色がこんな形で黄色っぽく。じゃあこの4人の方でですね、理解会の方をさせていただきたいと思いますので、どうぞ皆様最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速各地域からの報告に移らさせていただきます。次第の順番で順次発表させていただきます。お手元の資料の方はですね、ページが4ページから、まず最初に加賀殿下群馬の犬物語荒井康夫様から、いただいて、順次の地域の発表をさせていただきます。それでは荒井さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、井口の新井です。高田園と群馬の犬語り協議会は群馬県が事務局で、桐生市、神田町、中野城町、北品村の4自治体で構成されており、桐生市には構成文化財13件のうち半数の6件がありますので、桐生市を中心に発表させていただきます。古くから織物の町として発展した桐生市は、平成の合併で面積の2倍の飛び地となりました。
地や群馬県の東南部、群馬県と栃木県と接し、東京には直線距離で90キロ、車で約2時間の日帰り圏内です。市街地には渡良瀬川と桐生川が流れ、山々が屏風状に連なり、今でも織物関係業者が、多い、移動編できる町ですが、近年は機械金属産業が基幹産業となっております。まず、ストーリーと織物の関わりですが、高田電機は群馬の絹物語は、女性が主役の群馬における絹産業を支えた女性たちのストーリーです。ストーリーでの織物の位置づけは、絹製品ができる手前ですが、切り織りは製造工程の関連事業者が多く、全工程を市内で完結でき、専門の職人がいる徹底した分業制で、現在も伝統工芸士として活躍する方もおります。通常の機屋は、糸繰り、蓋巻き、蓋織りを一つの工場で行いますが、厚生文化財の大きな機屋は、染色や成形などの自社で行っていました。ここで桐生市の日本遺産を紹介します。桐生市はストーリーの中で、糸を染め、布に織り上げる、織物の歴史と文化を伝える役割を担っています。京都から織物の技術に伝えた白滝姫を祀る白滝神社、糸を呼び合わせ、織物の糸にする日本最大の綿糸工場事務所等の天然記念館、織物業の中心基地として栄えた中殿建築、現在では外注生産ですが、日本有数の七五三織を生産している五島織物、織物参考会ゆかりは、のこぎり屋根工場を活用した体験型博物館で、織物記念館は、生地織の販売と展示で使われています。中殿建築では、粘土物の完成を目指し、中殿建公開活用施設を整備中で、桐生市の観光の核として、日本遺産の PR や織物資料の展示、歴史的建造物の保存修復の参考施設となります。次に、オール都、四国と桐生の織物の歴史ですが、ご当地かるたで有名な縄文かるたで、桐生は日本の旗所と謳われています。歴史は古く、都から織物技術が伝えられ、奈良時代には朝廷に足切りの献上、関ヶ原の戦いでは、徳川家康の求めて、旗切りを一日で織り出し、徳川の勝利に貢献したことで、幕府の直轄地、天領として発展していきます。桐生織物の特徴は、和装、洋装、服飾工芸品などに分けられ、染めた糸を織り上げる滝染め織物です。桐生織には、お召し織など7つの技法があり、この技の織物が織物記念館に展示されていますので、以前のお越しの際にぜひご覧ください。桐生織は昭和52年に伝統的工芸品に指定され、平成20年の商標登録時に産地を代表するマーク、桐とんぼを作り、令和2年に洋装業を中心にジャパンブランドとして海外を意識した桐生テキスタイルのマークを作りました。多種多様な素材を使い、最新の技で国内外のファッションブランドのニーズに応え、桐生の旗屋は表現できるテキスタイルの無限の可能性に常に挑戦しています。次に織物文化を食から見ますと、織物業に関わる女性から作り置きができる手軽な布が重宝され、今では忙しい女性の手間を減らすため幅広になったとも言われ、芋川が有名で、メディアにも多く取り上げられ、休日には行列のできる店もあります。それから桐生焼き虫祭りで行われる桐生祇園祭りです。桐生の文化の基礎は、桐生新町各町の繁栄を支えた人物により、絹織物産業の繁栄が底上げしたもので、経済力がついた江戸安政の頃から、各地を競って、彫刻が見事な屋台や鉾を作りました。8月の4年ぶりの祭りでは、祇園祭の天皇町、本町2丁目が屋台を出し、笹堂の見事に記人形を設置した関東最大級の豪華2丁目鉾と、3丁目沖縄鉾の引き違いも行われ、久しぶりの美の共演となりました。次に、日本遺産の活用事例として、織物参考会のゆかりは、旧ユースの旗や森秀織物が運営する体験型博物館として、小学生の社会科見学にも利用され、織物の道具や古い食器の展示を女性従業員が丁寧に説明し、実際に旗を織り、藍染め体験などもできます。近年では織物カレンダーが海外土産や企業のカレンダーとして使われていますが、桐生発祥の高級織物、お召しを織る現役の旗屋で、その技術は現代に伝えており、
このバッジもジャパン刺繍と織り上げ手織りの技術力の高さを証明しています。次に織物記念館は桐生の織物産業の再生費、昭和9年に組織の取り締まりや産業拡大の目的に今の織物協同組合の前の組合事務所として設置されました。1階は格安な和装小物やネクタイなど洋装の織物製品の販売所、2階は食器や織物資料関係の展示室で無料で手織り体験もできます。次はぜひ紹介したい自然豊かな梅田町の桐生織地区です。世界的なテキスタイルプランナー故新井純一の純一氏の娘さんが塾長の本格的に手織りを学びたい方におすすめの民間の体験施設です。次に高崎市にある県立日本絹の里です。世界遺産富岡製糸場を擁する群馬ならではの産紙、養蚕製糸、織物展示と常設展示ではダブリ体験ができ、染色や手織り、眉クラフトなどの体験教室もあります。バーチャルの世界で太古の飼育ができるゲーム機もおすすめで、前からヒートができるまでの日本最大の水生地の映像も見られます。ここで桐生織りの技や美を伝える現代の名工桐生伝統工芸士会会長泉太郎さんをご紹介します。桐生で着着を織る最後にして泉織物が4代目で、桐生織りのほか桐生でも珍しい絞り染め桐生絞りも創作しています。泉さんによると、桐生織は1300年の歴史があり、他の産地と比べても長い。桐生は徳川様から直轄領としていただいた日から自由なものづくりをしてきた。定番の織物はないが、着物や洋服を作っているメーカーもあり、その時代時代、未来を作り続けている産地で、すごく魅力的。現在の桐生織は今の時代の織物を作っている。また、食器の部品不足が深刻なことから、前橋市の県立群馬産業技術センターと市内にある日本一の唯一の製糸工業試験場と泉織物の3社で 3D 加工技術を応用し、設計図をデータ化し、シャトルや歯車など消耗しやすく交換頻度の高い最安全の開発を進め、今年度中の技術確立を目指しています。部品枯渇問題だけでなく、繊維管研究者の高齢化や上昇権も産地比率として大きな課題です。企業との連携では、阪急交通社とは、協議会主催のエージェント向けモニターツアーを提起に、昨年都内で会員様向けの旅こと塾で、桐生市の日本遺産セミナーや物販を行い、その後も連携を図っています。織物協同組合は、10月に都内で、洋装業者のバイヤー向け商談会、桐生デジタルコレクションを自社の技を PR する場として開催しました。織物記念館2階の展示は、桐生市が織協へ、郷土資料展示事業として委託し、その一環の和装織物新製品開発では、学生などからデザインを募集し、組合業者が織物を、着物や帯を織物で、私の今日の帯もその製品の一つです。また、今回初披露の発表制作にもご協力いただきました。こちらです。厳しいの職員に行きますが、後でご覧ください。次に、群馬大学理工学部が、産官学民と連携した未来創生塾の教育プログラムで、小中学生の塾生に未来の桐生の観光ガイドを目指すべく市主催の日本遺産講座として、日本遺産や観光スポットなどを直接桐生案内の会から学び、講座終了者をジュニアアンバサダーとして認定する市長の思いの強い事業です。現在桐生市の日本遺産は桐生市観光ビジョンで重点項目に位置づけられており、観光部門と連携して日本遺産を活用した観光施策に取り組んでおります。来年7月開館予定の充電器公開活用施設を拠点に、織物文化が体験できる企業の強みを生かし、本格的に観光資源として日本遺産を活用していきます。それには桐生市だけでなく、群馬県や近隣の日本遺産認定都市のつながりをフル活用し、お互いに連携して相乗効果が出せるような事業展開を進めたいと思っております。今後は館林市、足利市との養蚕産地連携の継続や、小松での日本遺産サミットからの八王子市との連携では、官から民、織物組合にも波及し、イベントへの協力など確実に連携が進んでおり、人の往来につなげていきたいと思います。そして世界遺産や織物など、日本遺産を通して連携できる新たな都市を模索中ですが、
まずは繊維産業を盛り上げるよう、来年度織物につながった連携都市との事業化を目指しているところです。他地域との連携を観光誘客に結びつけられるよう、日本遺産を武器に取り組んでいきたいと思いますが、それぞれの繊維産地の課題でもある事業承継や部品供給問題など、産地間で負担ができるような根本的な課題の取り組みもなれば、各自の保守関連性がより強化のものになっていくと思います。以上で私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。私から山形県の山寺が支えた紅花文化についてご紹介させていただきたいと思います。改めましてどうぞよろしくお願いいたします。まずですね、構成されているのが、山寺の紅花推進協議会になります。山形市、県庁所在地の山形市を中心として、見ていただくと分かるんですけども、黄色のエリアがですね、構成自治体になるんですけれども、ちょっと地理的に離れているとかというところもありまして、協議会の中に県が入りまして事業を進めさせていただいているところです。はい。で、山寺が支えた紅花文化とはということで、なぜ山寺が支えたんですかっていうようなことで、昨日も今日もブースでですね、いろんな方とお話ししているときにこう聞かれたりしたところなんですけれども、山寺というのがですね、正式名称が天台宗宝珠山立石寺というお寺でして、天台宗の本山が比叡山の延暦寺になりますので、比叡山延暦寺っていうと、ちょっと違う県で、近江商人と結びつくわけですね。で、この近江商人が、私どものストーリーの鍵になっていきます。ありがとうございます。紅花交易とは、いきなりなんですが、先ほどの近江商人が地元の商人たちと盛り上げたのがこちらの紅花交易になります。紅花交易というのは、この紅餅、口紅や、染料になる紅餅という赤の材料を、米の100倍、金の10倍と言われるくらい当時はすごい高価なものだったんですね。で、こちらを、北前船、お船で運びまして、京都、大阪の上方の方に運んでいく、あとは江戸に運んでいく。で、向こうに紅餅を出荷して、で、帰り荷として上方の文化を持ち帰ってくるっていうところが紅花交易なんですね。なので、この金の、米の100倍、金の10倍と言われた紅餅を使って、さまざまな文化が山形に持ち帰られてきた。で、その文化が今も、山形の地に根付いているということ、ところが、日本遺産のストーリーになっています。はい。で、具体的な取り組み申し上げますと、具体的な取り組みとしてはですね、まず山寺外国語ガイド、山寺ンズということで、メインになっているその山寺、インバウンドの需要がありながらも、外国語のガイドが整備されていなかったんですね。なので、このような山寺ンズというガイドを作りました。そして、さまざまですね、この4つ写真がある右下のところがですね、大元のところなんですね。ストーリーの認定がされてすぐに地域の方々と一緒にワークショップなどをして、どういうものを作っていこうか、どういうところを目指していこうかっていうところのブランドコンセプトを地域の方にも入っていただいて話し合いさせていただきました。そこで出たのはこの山寺なんですね。で、ロゴ入りの日本遺産の山寺と紅花のロゴ入りの発表を来てですね、案内していただいてます。
で、コロナ禍のちょうどうちが認定するのは平成30年度なんですけど、まあ、1年放送がありまして、で2年3年とコロナの時期が続いたんですが、ちょうどですね、その期間に、まあ、研修でしたり、あとは台本のブラッシュアップ等を経まして、見事というか、昨年の7月にデビューすることができます。続きまして、山形バトンと僕らの街のすごいものを未来につなげということで、こちらがですね、子どもたちと、地域の子どもたちと、あと親御さんでの、親子での体験事業になります。さまざまな紅花に関わる文化、これは紅花、左上から紅花染め、あとは、紅餅を出荷するときに住んでいた和紙ですとか、いろんな体験を通しまして、子どもたちに地元にある文化、実はすごいんだよっていうのをこう伝えています。で合わせてこちらの内容はですね、動画に、しております。で、番組仕立ての動画に編集しまして、子どもにも分かりやすいようにクイズなども織り交ぜながら、番組仕立ての動画にして YouTube で公開しておりますので、ぜひ一度ご覧になってください。で、あとは景観保護プログラムということで、まあ、紅花栽培がですね、なかなかこう自発的に行われるというのは、今井さんに言ってもらうは難しかったので、景観保護プログラムということで紅花の栽培を、支援しております。でそれだけではなくてですね、いわゆる大人の方だけではなくて、地域の子どもたちなんかにも紅花栽培をしてもらってですね、で今年は、この切り花を地元の中学生がですね、東京都の、四季島中学校ですかね、に修学旅行に行くときにこの紅花を持って行ってですね、紅花と日本遺産と PR してきてくれたんですね。で、あとは一番右にあるコサージュはですね、紅花染めのもので、地元の中学生が卒業式の時に身につけて卒業式を迎えています。体験型ツアーの販売ということで、1件極寒の寒中紅花染め体験ということで、紅花染めって寒の時期にするのがすごくいいですね。寒い時期に本来するものなんです。ただ体験ではどうしても寒い時期、山形の冬すごく寒いので、体験は夏とか暖かい時期にしていることが多かったんですが、こちらは本物の体験ということで、わざわざ軒先に出て寒い中紅花染めを行いました。こちらも大変ご好評いただいています。あとは今年の7月に紅花の咲く時期にですね、新色と巡る紅花、最上紅花の浅摘みと紅花作りということで、新職さん、地林家部学というのが厚生文化財になっているんですけれども、そちらの、部学を担っていらっしゃる神社の新職さんに紅餅作りを教えていただいて、で、美味しい紅花の定食を右下の食べるというようなツアーを開催しました。あとは暮らし沼ということで、厚生文化財の、蔵で、紅花に関する映画を上映して、で上映後は、町の保存会の方に蔵を案内していただくということで、蔵の良さもこちらで知ってもらうことができました。でこれからの山寺と紅花どうしていきたいかというところで、こちらのパンフレットにも記載したんですが、保存と活用の好循環ということで、まあ、地域の文化の担い手の方が入っていただくことで、正しい文化財の継承につなげていく、正しい文化財の理解につなげていく、それが保存と、で活用にもですね、先ほどからご紹介している山寺ですとか子どもたちの体験ですとか、あとは体験型ツアーを通して活用していく、これが活用することでさらに興味を持っていただいて、新たな保存の担い手になるということで、保存の活用の好循環を目指しています。でそしてということで、まあ、今回4協議会で連携させていただいたんですけれども、さまざまな地域間の連携を通じて、さらにもっと関わる人が多いと、さらにこういい取り組みいっぱいできるようになるよっていうようなことで、いろいろな方からご助言もいただいたりするので、そのようなことで地域間連携も通しながら、今後は事業を進めていきたいと思います。ということで、ご清聴ありがとうございました。以上です。
失礼いたします。それでは引き続きまして、愛のふるさとアワー、日本中を染め上げた至高の青を訪ねるということで、ご紹介をさせていただきます。今、レンさんの話を聞く山形のストーリーとうちのストーリー、僕なんかお出来上がりから2回をしているなということで、それを構成する市町村、協議会構成する市町村の旧市町村ということで同じですねというようなことで、すごくなんか親近感を持ったところでございます。徳島県のですね、北部の方に、今この、赤く塗ってるところですね、この旧市町、徳島市は何年ですね、徳島市、吉野川市、阿波市、美馬市、から石井町、北島町、藍住町、板野町、上板町という、4市5町、これが集まって、愛のふるさと阿波魅力発信協議会というのを構成しまして、事業を進めておるところです。この、旧市町がある徳島県をこれを東西に貫流します、吉野川の流域、こういったところではですね、古くから藍が栽培されておったところでございます。この地域、阿波の北方っていうふうに言われているんですけれども、つまりこの物語では徳島県北部、阿波の北方の物語ということで、江戸時代の後期から明治時代にかけて藍染料の一大産地となってですね、今なお日本一の藍染料の産地として、日本文化の日本の染色文化を支え続けているというような地域でございます。よく徳島県の表現ですけども、藍染めの産地とか言うんですけど、藍染めの産地では決してございません。藍の染料の産地ということで、藍染めは日本中にありまして、こちらの八王子の方でも染め物の皆さん寄らせていただいたんですけど、野口染め物さんとか、あと大梅の総園さん、東京の方でもあるんですけど、そちらでもですね、実は徳島の藍の染料を購入しているということで、その染料の産地として栄えた地域として認識していただけたらと思います。今現時点でですね、全国流通しているものの、7割ほどが徳島のものになっております。で、今の風景になるんですけども、こういった形でですね、栽培をしております。で、藍の葉っぱをですね、左下あるいは乾かして、右下のようにそれに水をかけて発酵させるということで、すくもという藍の染料が出来上がります。それから藍染料の日本一の産地になっております。これがすくもです。腐葉土のようなものでですね、今ブルースに持っておりますので、もしご興味があれば見に行っていただけたと思うんですけれども、若干このすくも自体臭いです。出来上がったものは作る最中はものすごい匂いがします。そういったものを作っておるところです。で、実はですね、こういった染料を作ることによってですね、出来上がる景観というのが特徴的なものが、このお屋敷になるんですけど、これ何かと言いますと、藍屋敷と言いまして、藍商人とか、その藍を作っていました藍師さんのお家になるお屋敷になるんですけれども、そういった、藍師、藍商人というのはですね、全国に藍を流通させてですね、その徳島の藍が全国の市場での人気を独占したということで、非常に儲けたわけなんです。その儲けたおかげで、というか、こういったお屋敷が建っている場所がですね、実は吉野川がたびたび氾濫する場所なんです、ね、そういった氾濫する場所で、生活をするために敷地を石積みで高くして、その上に屋敷を建てるということをしています。で、今言ったように、藍の染料の流通で非常に儲けますので、上に建てるお屋敷というのは非常に立派なものになりますというようなところで、城構えのお屋敷と言われるんですけれども、こういったですね、低湿地に点在する城構えの屋敷、これは藍師、藍商人のお屋敷になるんですけれども、こういった景観が見えるというのが大きな特徴になっております。で、さらにですね、この富を得ました藍商人というのはですね、さまざまな、業種にも、展開していくわけでございます。で、その富を得た藍商人が、作った町並みとして非常に有名なのが、徳島県の美馬市脇町というところにあります。で、宇達の町並み、もしかしたらご覧聞いたことがあるかもしれませんけれども、宇達が上がるのかということ
言葉の語源になった、まあ、そういったルーツがある町並みでございます。その愛称にですね、さまざまな業種に乗り出しまして、徳島はもとよりですね、日本経済にまで影響を及ぼすような企業にまで成長した、そういったものもいたということで、例えば徳島で言いますと、出会わ銀行であります徳島銀行の元は愛称で、あとですね、森六商事、本座の変身という会社ですね、そんなことも愛称に出てるんですね。であと、西の近所、香川県の大きな鉄道会社なんですけど、そこも愛称に、また徳島の鉄道なんかをもともと愛称人が整備したということで、さまざまなところで活躍がされているわけでございます。でまたですね、全国をこう飛び回っておりました愛称人というのはですね、今と同じく文化交流の担い手となっておるということで、徳島のさまざまな文化に影響を及ぼしました。まあ、皆さんご存知の阿波踊りであるとか、人形浄瑠璃、こういったものもですね、芸事を好んだ愛称人が育てた、そういった文化になっています。まあ、阿波の文化を育て上げた愛称人で、現在の徳島の景観や文化、それを形成したのは愛称人であると言っても過言ではないということでございます。それでは徳島での取り組みということで、ご紹介させていただきますけれども、まず徳島県における取り組みでございます。こちらの方はですね、徳島県ではですね、県民の愛に関する関心と理解を含めてですね、愛の文化、これをですね、愛の文化の継承及び産業の振興、まあ、こういったものを図りまして、合わせて国内外に向けたその魅力の発信に資するため、7月24日というのを徳島愛の日に条例で制定しております。またですね、7月を徳島愛推進月間ということで、愛に関するさまざまな事業というのが、県内の市町村で行われているところでございます。で、まあ、今回私が発表するということで、愛津町の取り組みをご紹介させていただきたいと思います。で、愛津町というのはですね、見てわかりますと非常に珍しくですね、この愛という名前が、入る全国で唯一の町でございます。まあ、そこからもわかる通りですね、かつては、愛の一大産地でありました。しかしですね、平成23年を最後に、藍の栽培が、途絶えてしまっておりまして、この伝統産業を復活させですね、地域の活性化、まあ、こういったものを図ろうということで、地域おこし協力隊の制度を活用いたしまして、藍の栽培であるとか藍染料の製造、藍染めの技術の習得者の育成ということで、法人の設立をしております。一般社団法人市場地岸というのを設立したわけなんですけれども、こちらの方でですね、愛の文化の検証、そしてこの地域の特徴とか魅力、特有の歴史の背景とした景観、そこにあるストーリーを大切にしながら再び愛産業の発展を目指そうということで活動を行っておるところでございます。まあ、愛文化をですね、産業であるとか、まあ、人づくり、仕事づくりにつなげまして、地域づくりにつなげる、まあ、そういった取り組みを進めておるところでございます。すみません、ちょっと時間通してきましたのでそれで、お話しますけれども、まあ、IT はですね、実はこの文化の観光からまた産業という面がございまして、藍住町にあります施設、藍の館、また藍住藍工房でございます。でこの藍住歴史館、藍の館の方ではですね、藍の専門資料館として、また徳島県の指定文化財になっております。徳島県住宅愛の歴史流通製造に関する資料の展示があるとか、愛の体験であるとか、まあ、こういったことができるという徳島県を代表する観光施設になっております。でまた愛染愛工房の方ではですね、愛の栽培加工の拠点として愛の乾燥場の加工を整備しまして、愛染工房の整備、また会議室などを備えた本館を整備いたしまして、まあ、文化観光産業両立として愛文化の文化的価値の検証、観光振興、産業の振興を進めるという、まあ、こういった取り組みをしております。これらのですね、指定管理者として先ほどの一般社団法人四十八館が、指定されておるわけでございます。ざっと紹介しますけども、これが愛の館で、まあ、資料館として、こういった展示が行われておる。これは小倉家住宅ということで、江戸時代から明治にかけて活躍されました藍商人のお屋敷になっております。で、藍染め体験なんかもここでは行うことができます。
が藍住の藍工房でございまして、会議室がついた、拠点を整備いたしまして、そこでは藍作りをしたり、藍染めをしたりということで、いろんな作業をしておるところでございます。でその他ですね、藍住町ではですね、さまざまな取り組みを行っておりまして、藍商人が育った阿波の芸能ということで、人形浄瑠璃と阿波踊りと、三波相馬祭、こういったものを、一度に組んでいるようなイベントを開催したり、そこにですね、アニマツ絞りの強豪の協議会の人が来ていただきまして、アニマツ絞りのワークショップと藍染体験と同時にしたりというような取り組みを行っております。で、このまた藍染、また藍染なんですけれども、町の名前に藍が入っておりまして、藍で栄えた町というようなことで、こういった総合戦略の中にもですね、基本理念として藍でつながる町づくりということで、藍の里のブランドの確立だとか、そういった藍を使ってですね、町を作っていこう、仕事を作っていこう、人を作っていこうという、こういった戦略を持っておる町でございます。で、実は山形県の河北町ともですね、友好都市の提携をしておりまして、これは豚藍染めといってですね、藍をうっすら染めて提供するという、そういった染めを、して、これで着物なんかを河北町の染め師さんの方から寄贈していただいたりということで、いろいろさまざまな交流を行っておるところです。でまた先日なんですけれども、ちょっと日本遺産が後年かなということで、よその協議会の方とお話ししながら、赤黄青の、信号テストということで飛んだんですけど、赤い日本遺産、青い日本遺産、黄色の日本遺産、これは山形県さんにもご協力いただいたんですけども、こういったフェスティバルなんかもよその協議会と連携しながら、やっているところでございます。もう走り走ってて申し訳ないんですけれども、日本遺産活用者今後の取り組みといたしましては、日本遺産魅力増進企業に取り組みによる取り組みということで、後でこの話はさせていただきますので、ここではちょっと割愛させていただきますけれども、その他地元 DMO と連携した取り組みを行っておりまして、四国遍路藍が連携したインバウンドターゲットとした高付加価値のツアー造成というのを今行っておりまして、これはですね、遍路の歩き体験と藍染めの体験とか、から藍資料館の解説だとかで、最終的には藍屋敷の中で、藍の藍商人さんが食べた料理を食べて、そこで阿波踊りをしてもらって おもてなしをしてもらう、試合するというような、そういったちょっと徳島の歴史文化を大いに楽しめるような、そういったツアーの造成なんかも行っておるところでございます。日本遺産を核とした持続性のある地域づくりを進めていきたいということで、他の協議会の方とも同じですね、いろんな連携をしながら、さまざまな取り組みを進めていからなということで考えておるところでございます。はい、以上、ご清聴ありがとうございました。